最高ですね。福島がこんなに桜の名所だと知りませんでした。しだれ桜が多いですね、あの古い何百年の、こっちで セスン桜どうだった？大きかったです。まあ、小さい頃は遊び場だよね、ガキどものあの遊び場。今の年になればすごい財産だなと思って、宝物ですね。なってるんですね。はい、もう本当にかわいそうな状況です。まだ早いね。まだ早い。もうちょっと早かった。もうちょっとあと 2,3 日経てばもっと綺麗なんだけどね。これもまた一興。あとがこれ、まだまだ元気になってほしいっていうところですね。